ミニマルワードローブチャンネルの星葉です。今日はですね、この間ストラスブルゴにお邪魔して、ショールーム見せていただいたんですけど、その時に、気になっていたサルトリオの、コットンスーツなんですけど、それがいよいよ出来上がったということで、今日はイタリアから帰ってきたばっかりの、アドバイザーの、諸沢さんをお招きしていろいろお話を伺っていきたいと思います。お帰りなさいませ。ムラセーラ、ムラセーラ帰りました。いかがでした、イタリア。いや、イタリアはやっぱり活気ありますよね。特に、ピッティなので、あんまりパッとしないのかなと思ったら、やっぱ人は多かったですね。あ、やっぱ結構増えたんですね。増えましたね。もう相変わらずの活気でしたよ。はい、その中でも、諸沢さん今回行かれてなんかググッときた、なんか大きな、なんか流れだったりとか、こんなものちょっと来そうですよみたいなのがありました、冬の白、冬の白、これ口練りさんもそうだったんですけど、やっぱり来場してる方も白パン履いて、でベージュの、セーターとか、ジャケット着たりとかして、やっぱ白系がすごく今回すごく目についたというか、淡い色がすごくだから元気なんですよね。冬でも暗くならずに明るめの色、アースカラーだったり、そこにイエローとか、グリーンの差し色を足していくっていう、白をベースにして考えるっていう。じゃあウィンターホワイトってことですか。はい、だからこれまた来年は絶対来ると思うので。他になんか目立ったアイテムでこれ今度来そうだなみたいな、なんかありました。他のアイテムとしては、やっぱりクラシックっていうのが一つの軸になるので、アイテムで変わったものは何もないですよね。あとはコッポラボとか、そういった僕がよく被る、ハンチングみたいなやつとか、ああいうのは結構どのブースにもこう飾ってあって、置いてあってとか、お店も置いてあったりとか、結構人気になるかもしれないですよね。日本人には合わないのかもしれないですけど、僕なんかは結構いいと思うし。なるほど、わかりました。じゃあ、今度久しぶりに僕も次行けるとしたら6月なのかな、行こうと思ってるので、ぜひその時はいろいろ教えていただいてということなんですけど、早速、この間の展示会、見せていただいて、この間の動画もう出てるんですけど、どうでした。いや、もう反響すごいですね。あ、本当ですか。はい、星葉さんの着てたあれっていつ店に入るんですかとか、もうそういう問い合わせが多くて、マック・ジョージの、コメント入ってたんですけど、ショールカラーのカーディガンですかね、あれ黒とネイビー以外にもやってほしいとか。今年はこの秋冬はやろうかなと、それ以外のカラーも。そうなんですね。たくさんあるので、その中の何色かちょっと変わっているとか、ちょっと、白とかベージュちょっとやってみたいなとは思うんですけど。なるほど、ぜひぜひ、じゃあそれ、それに白パンとかっていう、まさにトレンド。やっぱ白パンなんですね。なるほどね。最近履いてないな。なるほど。ちょっと来秋冬に向けて、そうですね、ちょっと、履いてみたいと思います。ということで、じゃあ、早速なんですけど、もうあそこに見えてるんで、ぜひちょっと出来上がったやつ見せていただきたい。こちらの確かに下がってますね。ボタンも茶色。ちょっとアメリカの風にって言ってたボタンも、これですよ。いいですね。自然色なんで全部色がぶれるんですけど。確かに、もういい感じですね。上着だけでも着てみます。そうですね、ちょっともう本当に今ね、僕諸沢さん言ってる間に僕骨折しまして。そうなんですよ。で、右足骨折してるんでこんな格好しかできないんですけど、ちょっと一回着てみていいですか。よかった、裸だと思ったんで。いやいや、裸じゃないですね。裸ではない。ちょっと本当ね、ギプスしてるんで短パンしか履けないんですけど、どうだろう。バッチリですね。そう、この位置がいいんですよね。ポケットチーフ入れ、なんか変態みたいじゃないですか。大丈夫ですか。いや、変態ではないですよね。大丈夫ですか。51も下がって、ラペルもちょっと削ってるんですよ。削りました。このステッチ分だけちょっと削って。めっちゃ着やすいよ、これ。早く着たいですね。もうこれはぜひぜひなんで。ありがとうございます。とんでもないです。バッチリですね。袖もバッチリだと思うんで。パンツもね、この間、バッチリでしたからね、綺麗で。そのまんま、これはそのまんまでいいっていうことだった。ということで、これに、多分ぴったり合うんじゃないかと思って、ちょっといろいろ用意してみました。こんな着方がいいかなと思って、一応写真がここにね、僕が着たやつが出てくると思うんですけど、普通に行くんだったら、白シャツ、ちょっと面白いかなと思ってるのは、ごめんなさい、白。そうですね、白はまあ普通に、これにいつもの僕だとこういう感じなんですよね。黒で、黒の足元を締めると、ただちょっと重いかもしれないななんて思いつつ、逆にこういうグレーで足元をブラウンにする。ああ、なるほど。いいですね。こういう、ローファーなのか、サステルなのか、
とか、あとはあんまり僕やんないんですけど、たまにはと思って行ってきたのは、はい、こういう。これ珍しいですよね、だから星葉さんのレジメンタルっていう。持ってるんですけどね、はい、でもなんかやるとしてもこういうなんかネイビーと本当にボルドーとかのコンビネーション、はい、それから白じゃなくてこういうサックスブルーの、はい、まあ、両方ともアルコディオのシャツなんですけど、はい、なんか狙ったのが、はい、サルトリオのイタリアの仕立てなんですけど、はいはい、もう仕立てはもうめちゃくちゃ綺麗じゃないですか、はい、で生地感もちょっとなんかそのアメリカっぽいチノみたいなっていう風な話もしてたと思うんで、まあ、それに合わせるとこういうアメリカっぽいコーディネートも、うん、これだったらね黒でもいいし、そうですね、で茶色でももちろん、まずこれだとなんか本当ザ、ね、イタリアとアメリカの融合的な BD、うん、ボダンダウンですし、そうですね、レジメンタルして、うん、まあ、茶でも黒でもいいっていうのは非常にいいかもしれないですね、うん、ちなみにあの諸沢さんだったら、はい、こういうコットンスーツ、はい、どんな風に着るとあれですか、まあ、トレンドもね、次のトレンドも見られてきて、はいはい、なんかそのね、視聴者の方に提案、はい、これを買われた方にこんな風に着るとかっこいいんじゃないみたいな。僕はやっぱりコットン、はい、まあ、3シーズンなんで、はい、まあ、僕はまあいつもやるようなポロシャツの襟だし、冬だったらウールのちょっと大きめのポロシャツ襟が、あのちっちゃいポロ襟じゃなくて、それをちょっと出す。で、まあ、中にスカーフを巻いたりとかしてし、一番上まで止めて、ほうほうほう、中にスカーフを入れてチラッとチラ見せる。もしくは何色のポロシャツですかね。僕だったらグリーンとか、あ、これに、はい、ちょっとくすみがちなグリーンですね、はい、なるほど、ちょっと明るいとちょっと発色が良くなっちゃうと春夏になってしまうので、はい、くすんだグリーン、もしくは茶色、やっぱりこういった焦げ茶色のポロ、あ、焦げ茶のポロね、はい、あ、それかっこいいですね、はい、ね、ベージュ の、 あのスカーフ巻いてシルクですか、はい、でスーツでスーツにして、うん、足元を、まあ、ローファー、素足ですか、素足です、ね、なるほど、ちょっとイタリアっぽくなりますね、はい、そうすると、あ、でも大人っぽい、まあ、寒かったらホーズ履いてもいいと思いますし、なるほど、はい、とか、まあ、襟出しにしちゃって、はい、まあ、暑いんでね、まあ、マフラー巻けば冬外はいいので、はい、襟出しで、はい、まあ、それを襟出しの時は素足でローファーとか、まあ、スニーカーを履くとか、あ、そこでスニーカーとか、そこでこそバンズとか、おお、なるほど、見るとか、そういう合わせなんですね、はい、うん、あとちょっと面白い、アメリカとやっぱりイタリアで言うほど面白いかな、なるほど、僕は思うんですよ、ね、もしじゃあ崩して着るとするとどうですか、このセットアップの、はい、コットのセットアップ着て中を T シャツ、お、白ですか、白ですか、白、まず白 で、はい、で足元はやっぱりスニーカーですよね、スニーカーはどういうタイプですか、スニーカーはやっぱりこういうタイプか、はい、前星葉さんがおっしゃったバルのナイロンのバルスポーツ、ね、ああいうのを合わせると崩した感じになる、だからこれを合わせるとグッとカジュアル化、春夏ですけどこうなると、はい、もう一気にカジュアル、今のイタリアっぽくなりますね、なりますね、はい、グッと、なるほどね、はい、だ冬だったらこう、まあ、カシミヤでもセーターで V のセーターが、僕はやっぱ今ちょっと V が今ね僕の中で来てて、勝手な想像ですけど、はい、なので、まあ、V でこうやると面白いかなって、確かにね、はい、なるほど、少しカジュアルな感じになるんですね、はい、じゃあ逆にこの上着とか、はい、まあ、ジャケットとパンツ、はい、もしセパレートで着るとしたらどんなイメージですか、はいはい、そうですね、僕これだったらまさに、まあ、スニーカー、ここはスニーカー一緒だとして、はい、上はそれこそ革ジャンとか、あ、ただ革ジャンはやっぱちょっと茶色ですよね、あ、ブラウンの、ブラウンの A2 的なやつとか、あ、ちょっとクラシックな方がいいかもしれないですね、はいはい、なるほどね、とかにしてみたいな、逆に今度上は生かすとするとどうするんですか、はい、まさに白パン、あ、ここで、ここで、あ、インナーどうするんですか、インナーはその時は、まあ、ハイネックもしくはタートル、冬だったら、で白いスニーカーとか、あ、が僕はいいかなと思う、なるほどね、白とベージュの組み合わせってことなんですね、はい、あ、まあ、シンプルに分かりやすく、複雑な色を入れちゃうと、うん、やっぱりちょっとこう散らかっちゃうっていうのと、はい、レベルがハイレベルになってきちゃうと、やっぱりこういろいろ皆さん考えちゃうと思うので、シンプルに、それこそミニマルに抑えた方がいいんじゃないかなと僕は思います、なるほどね、わ、はい、かりました、じゃあそれをちょっと皆さんやっていただいて、もし興味があったらと、はい、あと皆さん一番これ考える部分は、多分コットンスーツ、はい、これで買った時に縮むんじゃないかっていう人が出てくると思うんですよ、この裾の丈は最初どういうふうに照準合わせますか、これは本当にまさに、はい、シワになるんですよね、コットンスーツってここですよね、はい、うん、なので、はい、通常ジャストで測られる方は、はい、ハーフサイズ長くした方がいいです、
ちょっと長くしてるんですか。はい、あのハーフ、はい、でちょっとたわむかなっていうぐらいの方がいいと思います、うん、で履いていくうちに寸法合ってくるんで、うん、はい、そこで再度もう一度気にならなかったら直すとか。あ、なので最初いずれにしてもちょっと長めにしといた方がいいですね。そう、長めにしといた方が絶対いいです。なるほど、はい、コットンはいずれ縮んでくるんで。あ、やっぱクリーニング出したとはいえ、ね、はい、縮みますもんね。縮みます。あ、やっぱこう履き縮みっていうんですよね。あ、履いてても、はい、例えば朝のスーツとかもそうですけど、はいはい、縮みますもんね、はい、上がってきちゃうんで。朝はすごく、まあ、ちゃんとプレスして履いてても、はいはい、だんだん履いてるとここにね、はい、シワが入ってきて、はい、こう上がっちゃいますもんね。上がっちゃいますね。あ、なるほど、まあ、腕もそうですから ちょっと袖もこう ちょっと長めにして、なるほど、シワを考えるとか、はい、で今回のこのサルトリオの、はい、まあ、別注スーツに関しては少し、はい、いつもより少し長め。でそれはあれですか、ストラスブルゴに行ったらやっていただけますか。もちろんやります、それは、はいはい、ということなんで皆さん、あの、はい、ぜひですね、ちょっと今回のコットンスーツに関しては少し長め、ほんのちょっと、どのぐらいですか、うん、0.3 とか 0.5 でいいと思います。 0.3 から0.5、いつもの自分のサイズよりは少しだけ、もうちょっとだけでいいんで、長く取っていただいて、はい、上げていただけると、まあ、着ていくうちにだんだん馴染むというところが今回のポイント、はい。まあ、特にサルトリオのスーツ、まあ、このサルトリオの仕立てというのは全部マシンメイドじゃないので、はい、着てもやっぱり使っているところ多いので、ええ、余計に体も包み込みながら馴染んでいく、うん、着ながらシワで馴染んでいくっていう、まあ、そういった楽しみ方をしていただきたいですよね。なるほど、はい、着馴染んでいくことを目的に、はい、ということですね。サルトリオのもう一回改めてなんですけど、はい、この魅力って何なんですかね。やっぱりあの今も言いましたけれども、はい、まあ、全てがマシンメイドではないっていうところが一つで、はい、やっぱり手で縫うことによって、うん、そのテンションが一定ではないということで、はい、例えば星葉さんの体つき、肩甲骨のつき方、はい、まあ、僕の肩甲骨のつき方、全部人それぞれ違うので、ええ、それを手でやってるところによって どこにテンションがかかるのか、うん、星葉さんだったらここにかかるとか、はい、僕だったらこっちにかかるとかってあると思うんですけど、はい、そういったところが全部だんだん馴染んで体に合ってくるっていう素晴らしさが一つ、うん、なのでちょっと一見してちょっとなんかこう歪んでるのかなって思われがちなんですけど、うん、それはやっぱり手のぬくもりがあるっていうことですよね、うん、まあ、手の、ね、よく作ったソファーも四角ではないっていうのと一緒で、はい、それが一つ。なるほど、はい、それってやっぱり生地ですよね、あと、うん、何でも言うように生地のキートンが母体ですから、はい、生地にはもう特化して、うん、なのでまあそういった2つ、この2点がサルトリオの一番の魅力だと思います。トップクオリティの生地が一つ、はい、それからマシンメイドじゃない手のぬくもりが感じられると、はい、それとちょっと余談ですけど、はい、今回このモデル HO って、ね、モデルなんですよ。え HO、 あ、そうなんですか。ですもしかして、もしかして星葉の HO です。はい、これだからそうでしょう。これは星葉の HO ってモデルで展開しますので、これは、はい、星葉さんの別注なので、はい、通常のレギュラーラインにはないです、はい、じゃあっていうことは、これはミンマルワードロップさん、いわゆる星葉さんがだけしかまたやりたいって言った時に出てくる形であって、あ、世の中にないんですね。ないです。あ、だそうです、はい、うわ、すごい、ありがとうございます、はい、いい、そういうふうにしましたので、はい、ありがとうございます。とんでもないです。通常は IZ ラインっていうラインなので、はい、これを HO ラインは星葉さんがまたやりたいとか、はい、やりたいとかって言った時に出てくるモデルだと思います。ありがとうございます。ということで買えるのはミニマルワードローブだけということなんで、はい、これ肝心な僕、はい、値段聞いてなかったんですよ、はい、これいくらですか。16万8300円。それなんか今そこだけ今通販番組みたいになりましたけど16万8300円税込みで、お、安、はい、安い、買いやすいですね、はい、で、はい、この2月の公開の時に予約販売スタートでしょうと、はい、今日スタート、今日スタート、今日から、この時スタート。でもちろん限定数ですよね。もちろん限定数です。あ、やば、じゃあこれも限定数なんで皆さん欲しい方が、はいはい、あと手入れをね、はい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 、気にする人いっぱいいると思うんです。コットンスーツ、はい、どうすればいいんでしょうと。これどうすればいいですか。僕は、はい、やっぱり多分星葉さんもそうだと思うんですけど、もう気にせずに、はい、ガンガン着てほしい、うん、だからこう当たりが出ても、うん、クリーンを出してこうでアイロン当たりが出ても、うん、こういうところが光っても、うん、気にせず着てほしい、うん、ちょっとでもそれか味ですよね、味ですよね、はいはいはい、だからちょっと擦り切れ、こういったところ擦り切れようが、はい、逆に着てほしい、お、はい、なるほど、味として、味としてずっと着てほしいんですよね、はい、
なんかクリーニングとか、はい、そういうのはどのタイミングで出していくといいですか。やっぱこう襟汚れが気になったらあまあね、はい、で出していただければ、うん、それで、ね、ほぼほぼあの僕はよくやるのは、はい、まあ外でちょっと干しちゃう、うんうん、来ました1日来ました、はい、来ましたバーンと来ましたで夜帰ってきました、はい、で雨が降ってなければ、うん、外の外にちょっと干して、うん、外気に入れさせる、はい、それによってちょっと匂いが 取れると思いますし、うんうん、まあ、また朝入れて、はい、部屋に保管しておけばいいと思います。なるほど、はい、ですごい気になる汚れが出た時にクリーニングって感じですか。はい、あんまり出しすぎない方がいいですか。出しすぎない方が絶対いいと思います。はい、僕なんかほとんどクリーニング出さないですね、スーツは。おお、はい、そうなんですね。ちょっと匂いまあ、気になるって思ってスチームでバーって、はいはい、ライロンスチームだけでシャーってやるだけで、うん、ほとんどスクリーニング、ジャケットは特にスクリーニング出さないですかね。なるほどね、はい、ということで皆さん手入れもそんな感じで、はい、ていうか星間さんだったらどう着ます。どう着る。例えばどこのタイミングでコットンスーツの取り扱い。うーん、でもここぞっていう時にやっぱりコットンスーツは着たいんで、うん、今日はもうこの天気、うん、じゃあ例えば5月ぐらい、はい、めちゃくちゃいいタイミングでこれもうコットンスーツ着るしかないでしょみたいなタイミングあるじゃないですか、うん、はいはいはい、あのタイミングで着たいなと思いますね。なるほど、はい、あとは日焼けちょっと増しますね。やっぱそうですよね。ちょっと増しとかないと、はいはい、このなんかベージュの感じがもう少し、はい、なんていうんですかね、肌の、ね、色とのバランスも絶対あるんで、はい、今このタイミングでコットンスーツ着るといいよねみたいな時に着たいかなって感じですね、うん、その時アロハとかでもいいですよね、なんかね。おわ、それはちょっと上級者です ね。それやってみます。はい、星葉さんもパナマハットとかかぶったりとか、あ、がっちり日焼けして、はい、日焼けして、でそれでいろいろできますね。これシチリアの海とか、あ、その時はグルカサンダル履いて、あ、変わりますね。変わります。あ、でちょっとキュッとでシャンパン、はい、あ、プロセッコとか、はい、であとシガーと、シガーと、あ、だいぶ出来上がってきました。わかりました、はい、じゃあぜひちょっとこのコットンスーツ使って、はい、今年はいろいろ、はい、遊んでみたいと思います。はい、はい、ということで今日イタリア帰りの中ありがとうございました。いえ、そんなんです、ありがとうございます。最後に宣伝を、はいはい、あの星葉さんのトークショーが、予定してます、ストラスブルゴで、はい、場所はどこのストラスブルゴで。場所は、はい、六本木ミッドタウン、はい、か青山、はい、今回はそのいずれかで、はい、やることは決まっています、どちらかで、はいはいはい、でその時にまた前回の、はい、コーディネートまた星葉さんにしていただき、はいはい、お招きしようと思いますので。わかりました、また告知をさせていただきますので、はいはい、じゃあストラスブルゴでトークショーがあるということで、はい、ぜひ皆さん来ていただければと思います。お願いします。その他ご自身の宣伝はないですか。僕の宣伝、インスタグラム、インスタグラム、はい、やってますんで、というかね、僕のインスタを見ていただけると大体いいねしていただけるんですぐにね、そこから飛んでいけると思うんで、はい、皆さんつながっていただけると思います。ぜひぜひフォローしてください、よろしくお願いします。はい、ということで、いいコメント、コメントの方もね全部読んでますんで、それからいいね、そして YouTube のチャンネル登録してない方はぜひ登録していただければと思います。ということで諸澤さん、今日はイタリア帰りの中ありがとうございました。ありがとうございます。またぜひご出演ください。もちろんです。ありがとうございました。ということで今日はこの辺で、また